エナジーチャージステーション。時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。お仕事お疲れ様です。月曜日の夕方のひととき、 SIR のエナジーチャージステーションにお付き合いください。パーソナリティは SIR のミキと、スカーレットドラゴンのマダムキセで、ギノワン市キューナ G タウンビル2階にあります FM ギノワンのスタジオより、この後4時54分まで生放送でお送りいたします。この番組は美と健康のミネラル成分として今大注目されているケイ素を、沖縄県産サトウキビから抽出し、高濃度水溶性植物ミネラルケイ素複合原液として販売しております。シュガーケイ素の魅力やお客様の体験を交えた健康に役立つ情報と、スピリチュアルライフアドバイザーマダムキセによります今週の開運お導きメッセージをお届けするSIR 社の広報番組となっております。エナジーチャージステーションではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、4月4時だね。だから4時ですね。はい、はい、10月31日月曜日です。ハロウィンです。あ、そうですね。そうそうそう、ハロウィンです。そっか、ハロウィンだ。もうすっかり忘れてた。ハロウィンですよ。あれ持ってこようと思ったのに、だよね、忘れたもうね、バタバタしてしまって忘れてきました。そう、私も準備した。あの、明日やろ。ねえ、あいやな、明日だからよ。ごめんね、もうということでですね、もう世界のうちなんちゅ大会を昨日でね、はい、フィナーレで ね終わったんですけども、どっか行きました？どこも、このね、やっぱり期間中はね、いろんなところで世界のうちなんちゅ、なんかね、いろいろ催し物があったみたいなんですけど、そうですね、私なんかは土曜日は、うんうん、娘がね、琉球舞踊をやってるので、はいはい、那覇の方で、うちなんちゅ、世界のうちなんちゅの皆さんお帰りなさいということで、はい、演舞したんですよ。すごい。はい、でそれでまた昨日は大野山公園セルラースタジアムにちょっと足を運んだんですけども、ちゃんと招待者じゃないと中には入れなかったので。あ、本当に。はい、でエイサーエキスポって言ってね、アリーナ島で、ああ、はいはい、ライブがあったんですよ。はい、それを見てきました。はい、でこれもですね、10時から、まあ夕方ぐらいまで、うんうん、ずっと長い時間、いろんなところ、30団体ぐらいだったと、26団体か、はいはい、うん、が出て、エイサーの団体が出て、ずっともうエイサー、うん、でも楽しかったでしょ。はい、だから、うんうん、ギノワン市からはですね、はい、琉球カジュマヤっていうね、太鼓、はいはい、エイサー太鼓の団体が出てたみたいなんですよ。それちょっとね、はい、残念ながら見れなかったんですけども、宮沢和文さん、はいはい、ブームのね、ブーム、はいはい、とか生間明さんとか、うんうん、秀勝さんとかね、うん、大城クラウディアさんが出て、来てたんですか。はい、はい、もうライブだったんですよ。でね、ずっと外で、ま、待っててっていうかね、うんうんうん、ちょっと雰囲気を楽しもうと思って、はいはい、外にいたんですけど、はい、カードないし入れないし、中にスタジアムの中に入れないし、どうしようか、もう帰ろうかと思ってる時に、ちょうどアリーナ通りかかったら、はい、エイサーエキスポって書かれてたので、はい、中に入ったらもうクーラーも効いて気持ちいい、もうよく、あ、最初からこっち来ればよかったっていう話になったんですけど、うんうんうん、なのでまあね、ゆっくり、はい、見ることができて楽しかったんですよね。だからまあ、伝統、沖縄の伝統ですよね、エイサーっていうのはね。そうですね、伝統と、なんていうんですかね、うん、エイサーの、なんていう、起源っていうんですか、ええ、を学びながら、まあ、はい、エイサーのね、交流、エイサー作ったりとか、エイサーの、なんていうんですか、
教えたりとか、はいはいはい、そういうパーランクですね、うん、パーランクね、はい、そういうのを作りながらとかいろいろなんかあったらしいですよね。あーパーランクを作って、うん、なんかすごいですよね。パーランク本格的ではないんですけど、この段ボールを重ね合わせてとか、うんうん、そういうのなんかねやってたらしいんですけど、あよかったでしょうね。うん、例えば世界のうちわうちの方なんかで、はいはい、その2世3世の方なんか、そうなんですよね、やっぱり自分のルーツですから、はいはい、うん、でね、あれらしいですよ、15,395人がやっぱね沖縄に帰ってきたということで、あそうですか、すごいですよね、お帰りなさいの本当に沖縄だけですか、移民やっぱりねいろんなところから移民して行ってる方多いと思うんですよね、やっぱりこの戦争であったりとか、うん、そうですね、そういうのであると思うんですけど、沖縄がやっぱり多いんでしょうね、多いのかな、うんうん、戦争前に行かれてる人たちもいるし、うんうんうん、だから沖縄っていうところはやっぱり昔はほら、うん、あんまりね土地も良くないしと、うんうん、いうことでやっぱり、ね、そうだね、もう気に行くって言ってね、なんかお嬢婆なんかが行って、うん、そこで2世3世としてって、ね、だから自分のルーツを、ね、探しにということで、ね、沖縄に何回か来てっていうね、うん、お話もあったんですけども、ね、あの当時から比べると沖縄も変わってますからね、そうですよ ね、うん、豊かですよね今ね、本当に豊かになってますよね、はい、良かったですということでですね皆さんハッピーだったと思います。私なんかもね、なんかね、やっぱり、国際通りのパレードとか見てもあなんかね、なんかうるうるっていうかね、もう帰りっていうか ね、誰か知り合いがいるわけではないんですけども、そうですよね、うん、あやっぱりなんかすごいなって、沖縄ってやっぱりね、イチャリバ町で、イチャリバ町で、ね、こんなちっちゃい島だけど、うんうん、必ずどっかにいますよね、海岸とかで、ね、そうですよね、すごいよなと思って、うん、っていう精神がやっぱり強いんじゃないかなって、そうですよね、うん、素晴らしいことだなと思いました。良かったですね、はい、うん、私は北部にいましたけどそうですかね、うん、まだね、まだね、帰らなくて、ね、しばらくいるっていう方、ね、はい、結構いると思いますので、ね、またね、出会える機会があったらいろいろね、そうですよね、まあ、ゆっくり皆さん交流を、ね、したいなって思いますけども、うん、はい、はい、ということで今日の1曲目いきます。ファレル・ウィリアムでハッピー、ハッピー、見えないはい、お声で入ってきましたえ、ミキちゃんも遅れました、いや、ギリギリ間に合いました20秒前です、ね、あ本当にもう私さんが遅れて入ってきましたからね、チャラチャラになってます、チャラ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  AKB さん、うん、AKB さん、あ、分かっちゃいましたって言われたけど、どこに輪があるの、これ違うね、ゆきちゃんどこにある輪、あった、あ、ちょっと、どうも上手じゃないですか、うん、そうだ、うわ、
くない。もう完全話していいって。一回目さっき来てた彼女は千葉京子さんいらっしゃるの？そう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 。わかんじゃない？二つ目、ね、私から46。びっくりですね。だからこの間もなんかまあ、ごめん、いただきます、すいません。若い時の子に、そうだね、いただきます。ああ、水晶、鉱物水晶、ああ、テイストなんだね。SIR のエナジーチャージステーションをお届けしております。はい、はい、キセさん、はいはい、何かにハマってる？あー、わかる。なんか今日の目もキラキラしてますでしょ。韓流やんかも。韓流、うん、韓流昔から好きだったんですけど、はいはいはい、なんかね、今回新しく見たのが、まあすごいこと、はい、へー、うん、何？恋愛もの？そうそうそう、恋愛もの。あのね、時代劇で、あ、時代劇で、うん、いいわ。キセさん、あの、うん、思ったんだけど、はいはい、あの、あれかな、何、キセさんの前世は韓国の人かもしれない。なんか時代物がなんか韓国は韓流は韓流でも、うん、ね、時代、そう、時代劇がいいんでしょ、うんうん、ね、そう、あとはいや時代劇はいいわけよ。聖者様とかね。ねえ、私もだから、あの、いつか先月ですかね、はいはい、見たんですけども、あの、屋根裏のプリンス、あ、はいはい、見たんですけど、うん、ハマりましたよ、やっぱり。ハマりますよね。うん、で、次行ってみよう。もう、どんどん続きますよね。続くわけ。いいよねーって。でもね、なんであの韓国の人って、うん、毛穴ないの？肌綺麗ですよね。肌綺麗。沖縄の人ってね、やっぱりあの、ここ南国だからね、やっぱりね。韓国はだって寒いところですか？そうですね。あの、ね、なんか井戸が、何？どこだっけ？ちょっと北の方に、はいはい、うん、あるらしくて。おー。うん、だから、うん、肌は綺麗なんだよって聞いたんですよ。でまた、ね、あの、なんていうかな、整形大国じゃないですか。はいはいはい、みんなおしゃれなんですって、うんうんうん、なんかみんなね、あの、なんだろう、あの、みんな顔が同じに見えて区別があんまりつかない。ああ、女性はね、特に誰が誰だか分からないんですけど、うんうん、男性は分かるんですけど、はい、女性がなんかね、あの、誰でしたっけ、いるじゃないですか、タクシー歌って踊るユニットいるじゃないですか、はい、あれですよね、あの、少女時代、あ、うん、とか、わからない、カラとかね、うん、わからない、誰って感じよね、わからない、ね、でも手足は長いらしい、やっぱりね、そうですよね、うん、スタイルいいですよね、スタイルいいですよね、男性もね、なんかやっぱりすごいですよね、男性も鍛えてて徴兵にやっぱりね、行きますからね、行きますからね、うん、やっぱり体力的な、あの、なんで、あの、か、あの、韓国の人って男性身長高いんですか？80なんてザラにいるでしょ、1m80。 そうですよね、うん、だから肉体美ですよね、かっこいいと思うですよね、うんうん、だからうちの息子がいるような感じでしょ、はーって、あ、身長だけね、あ、だからね、いやどんなでしょうね、ねえ、うん、だから一人ね、似た似た笑ってますよ、あ、それでじゃあときめいてるんですね。そうなんです、皆さん、ときめきは大事ですよ。ときめき大事と思います。はい、もうときめきは大事、はい、やっぱこれが、うん、もう本当に痩せないといけないっていうのは、うんうん、もう絶対入ったので、スイッチが入っちゃったんで、痩せないといけないっていうことは、はい、ケイ素をたくさん飲まないといけないで、そうなんですよ。でケイ素が美しくなるには、はいはいはい、うんうん、
必要ですよね。ケイ素で綺麗になるっていうね、はい、海外セレブが愛用する美のミネラルということでですね、はい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 、書かれてる本がね今売ってるんですよ。というかね、著書がすごく多くなったんですよね、ケイ素に関するあの本が。あ、そうなんですか。昔まであんまりなかったですよね。前ね探してもねあまりなくて、はい、でやっぱりそういうジュンク堂とか行って、うんうんうん、検索かけてもあまり、はい、引っかかるのがなかったんですよ、うんうんうん、ですよね。でこの間行ったら結構何十冊って書かれましたからね。その中から、まあ選んで買ってきたんではあるんですけども、やっぱりデトックスですよね、うん、デトックスをしないと、はい、やっぱり体の中がね綺麗にならないと、うんうん、まあ、健康もダイエット美もそうなんですけど。そうですね、はい、やっぱりケイ素ってあれですか、腸に直接働きます。腸にっていうかあれですよね、どんどんどん血液ですよね、最初やっぱり血液、うんうんうん、血液に中のやっぱり汚れというか、はい、その不要物ですよね、はい、をどん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 流していくっていうので、はいはい、でやっぱ腸内もすごいやっぱりね良くなってきますよね、うんうんうん、と思います。だってトイレがすごいって、トイレ、うん、本当にトイレ本当にですごいよっていうお客さんが多いんですよ、ね、ということは腸に効くってことですよね。ですよね、うん、なのでいつも飲んでるヤクルトはじゃあ飲まなくていいのとかっていう、いやいやいや一緒に飲んだ方がいいよって、ね、一緒に飲んでくださいねって言うんですけど、うん、はい、うんうん、そうするとやっぱりね今までになかった便の量が出てるって、今まで、うんうん、まあ、便秘だった方もいて、そうじゃない方もいらっしゃるんですけど、はい、そうじゃなかった方なんか輪をかけてよく出るっていうふうにおっしゃっている方が多いんですよね、はいはい、うん、である人は、うん、流れるかなと思ったくらい出たらしいです足いっぱい出たわけ、ね、すごいね、うん、わお、そうそうそうという方が、ね、いましたよ、うん、そうするとやっぱり毒素が出るわけだから綺麗になりますよね。そうですね、だから腸内がやっぱり綺麗になると、うん、ね、お肌も、うん、調子がね良くなってツヤが出てとかね、うんうん、まあ、言いますけども、痩せて綺麗になってかっこよくもう目が輝いてるキサさん今日目が輝いてるでしょ。もう行かないといけないから、うん、でもね全然わからないわけ、うん、この人の名前が誰また誰が誰だか分かる、見てるけど見てるけど、ああ珍しい、またそれはまた調べてないんですか。うん、意味法わかるよ、意味法わかるけど、はいはい、あとわからないなんていうドラマなんですか。ですね、月を描く、あ違う、あれ雲を描く月光だったかな、うん、最近韓国で終わったらしくて、たまたま YouTube 検索してたらあったんですよ。あらと思って見てたら、はいはいはい、じゃあ今からまた DVD 化されるんですね。来年でしょうね、新しいのなんですね、うん、じゃあね、はい、わおと思って、うんうん、あれはやっぱりあれで聞くんですか、字幕で見るんですか、それとも音声日本語で書いてみるんですか。うん、できないのも字幕で、字幕か、うん、できれば音声に書いてあるなんかね、とっても声低いよね、韓国の人って低い、ね、ね、男の人ね、そう、なんでだろうね、すごいなんかすごい低音でしゃべるなって思ったけど、そういう声質の人が多いんでしょうね、多いみたいな感じがしますね、うんうん、そうですよね、うん、なんか男は男らしくって感じなんでしょうね。あ、なるほどなるほど、うん、だから世界ではゲイは考えられなかった昔はね。何ですか、ゲイとか、ゲイ、うん、ああいった感じはね、もうゲイね、まあ、日本でもね、その当時はそうだったでしょうけど、今がもうオープンになってるので、だから、だから違う方向にちょっと話がどんどんずれていくんですけど、あ、いやいやいや、ね、日本の芸能界もゲイが多いって、はい、やっぱり、うんうん、あんな綺麗な男の人たちがいたらやっぱりそうなるんでしょうね。うね、で同性だから分かるんじゃない、うんうん、ピンポイントになんかくすぐる部分とか。なるほどですね、でも女性は女性に行かないけどね。あ、でもいるんじゃないですか、かもね、分からないだけで。ただ今お客さんで2丁目の人が多いんです。今2丁目の人、はい、各町、へえ、うん、ね、うん、今来てますね。はいはいはい、うん、どういった悩みがあるんですか。やっぱり恋愛です。恋愛か、うん、だから、普通のほらねストレートとはちょっと違うので。ああ、うん、なるほどですね、はいはい、複雑だろうなと思います。いろんなね、やっぱり言えない、あ、そうそう、深い悩みとか、深い悩みありますね。じゃあこれはこの人が来てんねっていう話をするんですよね。おお、うん、
なるほど。そうよ、であの人たちこそあの意識が高いんですよ。美意識も高いし、美意識高いですよね。で健康に対してもすごく高いので、やっぱりケイ素っていうのは持ってるんですね。あ、でこれ何っての見せた時にケイ素だよって言ったら、うん、えって言われてて、うん、あの植物性ケイ素があるんだ、でそこで初めて知ってるっていう人も多かったんですよ。あ、はいはいはい、あそうですよね、はい、うん、だからあこれはすごくいいですよねって話で、ケイ素と水素ね混ぜ合わせば、うんうんうん、今ゲンキングなんかね、はいはいはい、よくやってますように、はいうん、そこであのキャッチが早い、いろんな情報、はいはいはい、うん、まあね、アンテナ張ってますから、張ってますね、やっぱり自分にいいのは何なんだろうか、まあ、これからは美しさだけではなく健康っていうことに、うんうん、あのやっぱりピンポイント置いてやってるみたいなので、そうですよね、やっぱりそういう、うん、まあ、夜の、ね、世界で働く人なんかってもやっぱりねお酒とか、そ う, ですよ、ね、そういう、まあ、あのなんていうんですかね、普通の人とは逆パターンで生活、そうですよ、ね、寝ないといけない時にね、眠らないといけない時に働いて、うん、そうですね、っていう感じなので、やっぱり逆転してるのでね、はい、うん、でやっぱ食生活も不規則だったりとか、はいはい、そういうのがあるのでね、うん、やっぱりあの軽素はあの不足しがち、そうですね、一般の人でもやっぱりね不足してる、ね、食べ物がもうそういう食べ物なので、うんうん、どんどん不足していって、うん、に落ちてるって言われてますけど、はい、そういう人もねやっぱり、うんうん、あのきちんと補うとまたね綺麗になるし健康なんですよね、うんうんうん、そうなんですよね、うん、2,3 時間寝ても全然 OK っていう形になってくるので、あ、最近ねなんか多いのが、うん、あの精神的に安定してるっていう人が多いですね、はいはいはい、うん、で、うん、なんか、勧められて飲んだんですけどっていう方がいたんですよ、はい、この間、ただ話を聞いたら、はい、あのまあ、勧められて飲んでるうちに、はい、まあ、いいなっては分かってた、はい、だけど切らしてしまって、うん、かそろそろ買いに行かないといけないなってしてて、うんうん、まあ、1日2日経った時に、うん、ガタッて精神的になんか落ちて、あ、そういえば自分そういえば軽装の場合もこういう風にしてこのうつ、そう、の、そううつね、うんうん、のあれがあったんだって思い出して、はいはい、それから急いでお姉さんに 買ってもらって、ええ、でまた飲んだらそれはやっぱり安定してるんです。だから自分は軽装飲まないとちょっと不安定なんですっていう、これもやっぱり産業祭りで聞いたんです。ああそうなんですか、はい、いつもお姉さんが帰ってきてるので、うんうん、はいはい、お姉さんとのやり取りはあるんですけど、ええ、その家族今妹さんだったんですけど、はい、その妹さんは見たことがなかったので、はい、お祭りの時に来て、そしたら、まあ、私はその妹さん初対面で、その時初対面だったので、うんうんうん、はい、あの聞けなあの分からなかったんですよ、はい、で後で聞いたら、あ、なるほどねってつながったんですよね、うんうんうん、その、あ、兄弟だったんだって、あ、それだからこうだったんだ、うんうん、そう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 、あ、なるほどなるほどって思って、うんうんうん、やっぱりそこは言ってましたね、精神的にやっぱり必要、はい、脳に行くんですよね、だからですね、最終的にはね、うん、安定するってすごい、すごいですね、本当ですね、ええ、うん、なのでうちのまあ社長もまあ自分で作ったケイ素なんですけど、はい、これを飲むようになってからはちょっとやっぱり精神的に、精神的に落ち着いてる、最近すごく落ち着いてると思うんですよ、あんまりなんかね前みたいに喋らなくなるし、うん、これが無口になったのか落ち着いたのかがよくわからないんですけどいい傾向なんじゃないですか。なんかすごいなんかさっき落ち着いてるなって思いますけどね。あの満たされてるんでしょ。なんかいろんなもので。そうなんですかね。うんうん、やっぱり最終的に落ち着くってやっぱね何か今まで。そうですね。あったのが。はいはい。と、うん、いうことで、はい、で曲目はい行ってみたいと思います。はい。はい。I can't about you です。韓国行くよってされてるから2月に台湾行こうかなと思って、お母さんがお祝いでしょ、一旦あの女だから行って
今どこ行くんです、台北全然わかんないどこ行けばいいの、どこがいいですかね、リゾート台南ぐらいですか、あのやっぱりあれですよ、台北は都会とかです、温泉のとこ、温泉もあるでしょ、水つけて、うん、台中、台中、韓国がないから韓国は今私行けないこれだけね、台湾、あの韓国にはミキちゃんだと一緒に行って整形してだから整形こっち一番早いタイプだってば、体験って何だろう、体験の体験たくさん出てくるのね、あ今言ったよね、でも体験のね、体験って喋らなきゃはいまあ、そういうって感じ、いいでしょ、ときめく人がいて、ときめきわけよ、でも名前わからんけどそっか、なんだろう、ケンと思うよね、SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております、超懐かしい、だからよ懐かしいね、うん、え、なんでちょっと待ってはちょっと待って、私より10いくつかしたでしょ、はいはい、あでも懐かしいよね、小学校の時聞いたの、だから私なんかはやっぱりね、あの洋楽で育ちましたよあのね、キセさんぐらいのいとこのネーネーがいたんですよ、はいはいはい、アシュバーが、うんうん、ごめんね、ディスコ上宮のはいはい、ね、あの当時わかるよね、かっこいい、でこのお姉ちゃんを私なんかかっこいいなって見てたんですよ、リスペクトしてた、ね、であの車に乗せてもらったら、はい、もうすごいこんな曲が流れてて、はい、もう今流行りのですよね、うん、カセットテープで、はい、昔のそうガチャってガチャってそう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 、なのでやっぱりその時まあ邦楽って言っても演歌とかですよ、まだほらアイドル時代じゃなかったので、ああそうだった、そうですよね、邦楽聞いてなかったんで、邦楽って言っても私なんかだから幼稚園ぐらい、あまああれとかあったはずですけど、ピンクレディーとか、ああうんない、あれ私が22 あの、ね、なんだったピンクレディの前は誰でしたっけ、誰3名のあキャンディーズ、あキャンディーズか、うんうんうん、キャンディーズはあまり覚えてないんですけど、はい、ピンクレディからなんですけど、洋楽は結構なんかそうだよ、ね、残ってますよね、うん、あの洋楽しか聞いてなかったんで、うんうんうん、ごめんね足場だったんで本当にだからでもかっこいい、も曲と、まあ、歌詞も、ね、英語だから、うん、すごいなんかかっこいいなっていうのがあってですよ、邦楽よりも、うん、洋楽聴いて育ちましたよ ね、うん、だから懐かしいって言われたらはいって思った、うん、だから今英語わからないけど今でもやっぱり洋楽聴いてることが多いですもんね、そうですよね勉強せえって感じなんですけど意味わからんしって感じでね、そうなんですよ、だから世界のうちなんちゅう、ね、やっぱりあの昨日も、はい、この前行った時も、はい、結構喋りかけられたんですよね、ええ、ドイングリうちゃんちゅ見えたんで世界のうちゃんちゅに喋れると思ったんだけど出るだから本当にね喋りかけられたんですけど喋れなかったんですよね、あだから、はいはい、あもったいないって、やっぱりね、やっぱり2020年に向けて、そうですね、オリンピックイヤーに向けて、うんうん、あ今度は2021年だそうですよ、はい、5年に一度だそうです、あ世界とうちなんちゅは、あそうなの、じゃあオリンピックの次の年、うん、そうそうそう、オリンピックが2020年じゃないですか、はいはい、そうですね、うん、なので世界のうちなんちは次回は2021年だそうです、あ、うん、はいはい、それまでにはねペラペラぐらいになってたいいなって毎年言ってるような気がするけど痩せることと喋れることは、ね、なんか毎年、でも私今年痩せるんだい、だってもういいわけよもうとやっぱり恋するとね、え、名前分からない人にね、で 今聞いた人は何の話かな、そう、ね、何の話って名前も分からない人にちょっとこうしてる分からないと
あ、ということで、だからこれとっても興味あります、ケイストの美しくなるやつ。美しくなるやつですね、はい、美しくならないといけないので、はい、あのお顔だけではなくてですね、はい、実はあの髪の毛、あ、髪の毛、はいはい、にもやっぱりケイストは必要でですね、はいはい、でやっぱりあの髪も、うん、あ、年齢とともにほら細くなったりとか、うん、そうですね、抜け毛もあるしね、抜け毛とか、うん、やっぱり女性も今ねレディースなんちゃらってあるよ ね、 ありますね、はい、あの結構ウィッグだったりとかそういうのが流行ってるんで、やっぱりストレスでしょ。でもね、うん、本当にあのそのコマーシャル見ても思うんですけど、ええ、本当にあの上の方乗せるだけで華やかになりますよね、はい、あ、はい、そうですね、ふんわり髪の毛がふんわりするだけでも、うんうん、すごい華やかになるじゃないですか、うん、はい、ね、それ羨ましいですよね。そう、うん、で北さんはほら髪の毛は普通にあれじゃないですか、量、普通の量があって普通の太さがあるじゃないですか。細いですよこれ。あ、そうですか、うん、見た目、あ、じゃあ量は多いですよね。あの見た目私の体格だと太めなんですけど髪だけ細いんですよねそう、え、本当私は、まあ、体格は大きいんですけど髪は細いですよ一緒さだから多分そうだはず今リピートしてだね、本当に悩みと戦いなんですよ。でいうかね、うちの、 あの、はい、私は母親に似たんですね。あ、はいはい、で母親の家系は、はい、ハギタクイなんですよ。あ、嘘。皆さん分かりますかね、ハギタクイって 薄いんです、はい、でおじさんたちはハゲてるんです、ね、母方はですよ、はいはい、でまたうちの父方は、はい、もうごっそりなんですよ、ごぼう。どうすればいいのじゃだから本当はいいとこ取りが良かったんですよ ね、 そうね、なんですけど、うん、私は母に似てるんですよ。あ、じゃあちょっと猫毛、猫毛であり、うんうん、はい、で量も少ないですね、うんうん、なので絶対雨に濡れたらもうやばい、地肌バリバリで太陽に当たってもうっすらあのなんていうの、見える、ちょっとお、あ、何、丸刈りかなぐらいの日焼けする、薄い、うん、あ、違う、あのほら何見えるんですよ、薄くなって、ああ、透けて見えるんですよ、この地肌で全部、うんうんうん、本当にだから写真絶対撮りたくないですよね、はいはい、うん、かといってなんか帽子かぶるのもあんまりだし、うん、ね、っていうのがあって、ね、今までやっぱりなんていうんですかね、あのウィッグもやっぱ試したこともありましたし、うん、であの、まあ、シャンプーとか、うん、そういうのにもやっぱり気をつけて、うん、購入したり使ったり。今あれですよね、例えばほらあの髪を染めないといけないじゃないですか、うんうんうん、私は年齢になると、うんうんうん、でやっぱりそういったものに、うんうん、悪影響があるのかな、地肌に。そうですよね、カラー剤なんかもね、結構なあの、うん、あれが使われて、薬品がね使われているので、まあ、そういうやっぱりなんか白毛気に、な、髪の毛が多くってもまた白髪が多くって、これをまあ2週間に一遍ぐらい染める、そうそう、気になりますよ、うん、やっぱり、うん、っていうのでまたちょっとね、地肌だったりこの髪だったりっていうのを心配されてる方も多いし、うんうん、私なんかも髪の毛自体がちょっとねあれなので、うんうん、あの少ないのでね、それも心配なんですけど、ええ、あのお客様にですね、はい、この間、はい、あの元もあの染めるのがあまり好きじゃなくて、はい、白髪のまま、まあ、ナチュラルで、ええ、あの染めていないお客様がいらっしゃるんですよ、はいはい、その方が、はい、私の根元見て、私の根元見てってあまり言うからですね、なぜか、えってなんでですかって言ったら、はい、ね、見たら分かる、ちょっとちゃんと見てごらん、ちゃんと見てごらんって言うから、はい、見たらですね、黒いのが生えてるんですよ。そうなの、うん、だってこの人は染めるの嫌いだから真っ白なんですよ、うん、はいはい、表面は、だけど根元から黒いのが出てきてるんですよ、黒いの出てきてるでしょ、分かるでしょ、うん、って言うから、うん、あ、本当だ、よく見たら本当だ本当だって言って、そしたら私はケイソ以外何も試してないから、はい、飲んでないから、はい、これきっとケイソの力よとかってすごい言ってたんですけど、うん、そっか、とかその方は逆プリンですよね、普通はほらそうよ、ね、ね、白いのが生えてくる、ね、根元からね、そうそう、じゃなくて黒なんですよ。あ、だから結構面白いなと思ったんですけど、ということは体が健康になったんですよね、うん、若返ったってことでしょ、細胞が、サビがやっぱりね、サビ取って、うんうんうん、ああ、なんでしょうね。そう、私はあれなんだね、まだまだ足りないということですね。もう取るとこたくさんあるから。ああ、うん、そうですよ。だから、必ずしも痩せたいからって言って、うんうん、この人が飲んだら痩せるってはないですかね。ないですよね。あの一番弱いところ、うん、弱いところからどん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 やっぱりスイッチね、あの下がってる免疫力を上げていくっていうのがあるので、うんうんうん、あの結果の出方、効果の、うん、まあ、効果というかね、体感も全然違うんですけど、はい、そうですね、うんうん、やっぱりね、
2、3日私ちょっとあの北部の方行ったんですよ、離島の方に、はいはいはい、その時ケース持っていくの忘れちゃってしまって、うんうん、寝つき悪いんですよ。あ、寝つきが悪い。悪いんですよ、うん、やっぱ飲むとすごくコテンって寝るんですけど、はいはい、やっぱり寝つき悪い分起きるのもちょっとね、うんうん、あのきつかったなと思って。あ、やっぱり安定ですよね、うん、安定しないんですよね、やっぱり。あ、なんだろう、精神的にも忙しいっていう形で、はい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 、あ、持ってくんだったと思って。セルトニンがさ、たくさん出るんですかね。ねえ、うん、起きてるときはやっぱりほら仕事をしてたりなんかやらないといけないっていうので、アドレナリン、どちらかというとねアドレナリンなんですけど、はい、やっぱりね副交感神経、副交感神経がね、だからセロトニンなので、神経が働かないんでしょうね、あ、うん、あまりにも気が張ってたら、はいはいはい、うん、でそこにやっぱりオンオフはすごくはっきりしてます自分の場合、ね、うん、休もうと思ったら 2,3 分でってできるできないできない、やっぱりね、あの年齢とともに、ね、もうなんていうかな、浅くなってくるんですよ眠りが。あ、眠りがですね、うん、はいはい、である程度の年齢を越すとやっぱりなんていうかな、5時ぐらいか、あの、ね、おばあちゃんなんか7時ぐらいから寝て3時に起きるとかなんじゃない、はい、起きますよね、うん、うち社長なん、社長はいつも朝2時3時には起きるみたいですよ。あ、年寄り3時、うん、寝る時間だけどだからですよね、うん、だからあんまり早く眠っても、ええ、前9時過ぎぐらい寝たのかな、はいはい、そしたら2時ぐらいで起きてもう十分らしいんだね。あ、やっぱり短くなるんですよね、あのやっぱりケース飲んでると。あ、でも元気なんですよ体の方は、うんうんうん、だからといって、うん、あ、だから1時に起きて、はい、それからずっと起きて、まあ、仕事をして、はい、でやってもそんなに寝不足っていうのは全く感じない、普通通りに別にこなせるらしいんですね、うんうんうん、はいはい、うん、おお、すごいね、でもね、うん、だから、と思ったんですけど、もっとじゃあ、はい、遅く眠ればって12時とか1時とか、はい、でもそれまでまた持たないんですよ、コテンって寝るわけね。そうそうそう、はいはい、でもやっぱり、この人なんかあれなんでしょうね、特徴で、その人それぞれ違いますよね、うんうん、どこに効いてるっても言わない、言えないんで。そうですね、うんうんうん、まあ免疫力が下がってるところにどん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 、そうですね、うん、でもね、私はあの一応思ったのが、持ってるとなんだろう、お守り代わり、はいはいはい、何かの時に、はい、うん、緊急何かの時にはこれ飲んどけばいいと。そうですよね、例えば頭痛がひどい時、本当にコップ一杯に10滴ぐらい入れるんですよ、うんうん、で濃くしてですね、濃くしてね、うえって感じで、だけど結局なんていうのすごく効きますよ。あ、ですよ、うん、これ助けら、結構助けられてるんです。あのこの中だけじゃなくて外、はい、外もね、怪我とか、切ったり、あのね、はい、あのなんていうんですか、切り傷、擦り傷、はい、とか靴ずれ、そうね、はい、そういうのなんかもあのケースを結構役に立ってますね。そうそう、だから皆さんお守り代わりで持ってると何かの時に使えるの で、ね、で子供がほら緊急にとか痛いとか言ってちょっと飲ましてさっといくとか、うん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 、ですよね、はい、であの1滴ぐらいなら全然味変わりませんのでね。そうですね、うん、はい、まあ、かえって美味しくなりますよね。うんうんうん、コップに2杯ぐらい、あ、ね、あ、コップの1杯のお水に2滴ですね、たった 2滴なんですけど、ね、結構あの、まあね、痛い頭に、頭がちょっとすっきりしたとかですね、ありますよね、そういうのが得られますので、うん、はい、まだ試したことない方、ね、ま、あの飲みに来てください。だってアメリカのセレブが飲んでるぐらいだからそうですよね、あんなに情報がたくさんあるところがね、うんうんうん、そうですよね、うん、すごいと思います。はい。ということでね、はい、この方も飲んでそうですよ。スパイスがある。わかりますか。ああ、わかりますよ。はい、あの、うん。ベッカムの。ベッカムの、はい、もう、はい、あの奥さん。奥さんも。笑わない奥さんね。ということで3曲目いってみたいと思います。はい、スパイスがあるで、まあまあ。フリペプなんですよ。
今日あの写真が入ったのが来たんですよ、うん、だからこれがちょっと都会的でかっこいいではあるんですけど、ちょっとなんか無機質っぽいちょっと沖縄のイメージでテイストをちょっと入れてください、うん、こういう方も撮影しますかもしれません、うん、おしゃれな感じだよね。そうそうそう、東京だからね、うん、かわいい、うん、皆さんキラキラしてちょっと足立ったのかな。そうほら毛穴がキュッてしまってくるでしょ、うん、相当寒いって。あ、新潟だ、新潟と一緒って、すっごい寒いって、うん、あだったら毛穴ないよなって、ね、毛がない、毛穴もないし毛にないさ、うん、毛穴も毛穴防防だし毛穴やっぱだしもうどうすんのよ。私がもう速攻してたからね、これ一日作業ですよね。もう手刺さってます。へえ、ビクトリアの月間飲んでるんだ。ケイソン、ちょっと月間も飲んでるのかな。シュガー、シュガー、シュガーケイソン、シルクウォーター、シルクウォーター。なんかアイリーって3日、3日の日なんだろうかんだろう言ってる。3日の日。ああ、染めるんですね。つねこさんと誰だ。どこだよ。つねこさんと誰だ。あ、ちょっと洗うとこじゃなかったですか。あ、もうそ染めていいの、その日に。その日に染めるの。そうそう、なんか一回は。あ、染めたい、ね、もう私もこっち目立ってきてるから、うんうん、3日ショータイトルだったかな。明日が1日、2日、3日、はい、入った、うん、入った、今ですよ。あ、でも多分これのことはないと思う。これ誰のことは、誰のことは、これ誰のことは、スパイスがあるんですよ。そうだった。開運お導きメッセージ。
キさんお願いします。はい、わかりました。スカーレットドラゴンのキセです。さっき出てましたけど、あのビクトリアベッカムさんも飲んでるんですか？ケイソみたいですよ。すっごい頑張ろうって。頑張れ頑張れ、はい、頑張ろうって。はい、今週もよろしくお願いします。10月31日からの占いですね。10月終わりですね。終わりますね、本当に。もうハロウィンのあれは忘れてきたけど。ねえ、本当ですよ。はい、では1月生まれです。今週は本を読むといいでしょう。勉強しましょう。勉強することによって、あの来月12月いいことが起こりそうです。う、うん、2月生まれ、今週はですね、男性なら女性、女性なら男性、あ、男性に気をつけてください。異性に気をつけましょうということですね。ちょっと注意を払う必要がありますので、初めて会った方なんかには少しあの注意してくださいね。はい、うん、3月生まれ、ですね、恋人がいない方でしたら、うん、今週はチャンスが巡ってくる予定です。うん、もしくはね、あの恋人じゃなくても、あのご結婚なさっている方でしたら、あの仕事が良い結果が生まれそうです。はいはい、うん、では4月生まれ、物質的に必要なものや望みが叶う週です。わおって思って、うん、あのいつもそういうふうに願っててください。喜びと感謝を表すといいと思います。5月生まれ、何か趣味、新しい趣味を始めるといい週ですね。あのすごく、あなたのために身になる週となりますので、うん、6月生まれ、ワークショップを開催するといいと思います。はい、何かを教えることに向いている週です。だから、例えばみきちゃんが6月生まれですよね。はい、何かに何かを教える、あなたの得意分野で全然 OK なので、うん、教えてあげるってことが、まあ、まずいいと思います。うん、7月生まれ、そうですね、冬頃には何かすべていい方向に向かうでしょう。うん、そのためには今週はポジティブな思考を維持してください。すごくいいみたいですね。はい、8月生まれ、今週は少し落ち着いてください。うん、嵐を入れたお風呂に入るといいと思います。嵐をね、はいはい、そうしないとね、ちょっといろんなものがあのナーバスになりそうなんですね、気持ちの中で。だからお塩で使ってちょっと清めましょうっていうことです。はい、9月生まれ、今週は癒しと配慮が必要ですね。なんかストレスが溜まりやすくなってますので、休息を十分に作りましょう。はい、10月生まれ、今週は、そうですね、朝元気になる何かをして一日を始めてみましょう。うん、例えばラジオ体操が好きだったらラジオ体操するとか、なんかカードを動かすとか、好きな音楽をかけるとか、そういったことをやるといいと思います。はい、では11月まで、そうですね、仕事に関する自分の直感を信頼しましょう。あのこれで大丈夫なのかとかっていろいろ考えすぎる週だと思います。でもあなたがやってきたことは間違いはありませんので、頑張ってみてください。はい、12月生まれ、自分自身の体を、癒すために、なんか食事を変えてみましょう。デトックスをした方がいいと思います。はい、まあこれは私もですけどね。やっていきましょうねっていうことで、はい、今週の占いとなっております。はいはい、ね、12月生まれの方もね、はい、あのケイソケイソね、はい、でね、皆さんですよ、1月から12月まで、そうですよね、皆さんデトックス必要ですのでね、はいはい、やってみましょうねっていうことです。はい、なんかいいですよね、ケースで綺麗な、ただ 2,3 滴入れてそのまま継続すれば綺麗になるし、健康にもなるし、すごくいいよねと思って。そうですね、まあ、健康維持でね、はい、飲まれるのであれば、まあ、1日10滴ぐらいなので、はい、それをだからお水に入れて、はい、ね、やっぱりお水必要、飲む習慣からまずはつけた方がいいではあるんですけど、そうですね、まあ、飲むお水だったりお茶だったりっていうのに、はい、添加して、はい、ドロップして飲むだけなの で、うん、そうですね、あの難しいことないのでね、ないですよね、はい、それが何だろう、なんていうかな、習慣化すればいいですよね。だと思います。歯磨きと一緒の感じ。そうなんですよね。でうちの娘が、はい、まあ、この間もね、あのこっちで来たんですけど、あの小学校2年生なんですけど、はい、彼女はやっぱり便通が自分でね、やっぱり、はい、あの良くなってるっていうのを実感してるんですよね。あ、はいはい、これケイソのおかげっていうのを、うんうんうん、なのでね、ケイソうるさいんですよ。昨日も出かけ、はい、で私あの一昨日の夜バッグをちょっと片付けてて、はいはい、中にあるこのケイソも外に出したまま、はいはい、昨日を入れないで出かけてしまったんですよ。なので普段持ってるケイソを持ってなくて、はい、そしたらほらあのね
うちなち大会とかで飲むじゃないですか、はい、水買ったりとかってするのに、はい、ケイソはケイソ入れて、ケイソ入れてって、あごめん今日ケイソ持ってないよって言ったら、はい、お父さんケイソお父さんも持ってないんですよなんでみんなケイソ持ってないわけもうてか一気自分で持たないといけないねって、うんうんうん、そうだね、みんな忘れることもあるから、うんうんうん、そしたらはあ、誰も持ってないのみたいな感じで、うん、その人は水が美味しくないって言い始めたんですよ。あなるほど、この水美味しくないで、なんか液体の匂いじゃ液体だから水なんで、ね、なんか薬品臭いって言いたかったのかなって分からないんですけど、ね、カルキの匂いがするんだね、あの塩素の匂いですかね。え、買ってるのですよ、うん、買ってるの、うん、買ってるボックスで買ったお水を美味しくない美味しくないってうるさかったんですよ昨日。だから1日あでもケース一日もな一滴入れると甘くなるじゃないですか。そうですよね、うん、味が変わるので、うん、それをやっぱり体験してる人とかもう やってる人たちは飲めないと思いますよ、うんうんうん、やっぱり普通に飲めないと思う。そうですね、やっぱり美味しくないと思います、うん、うちの母なんかもね、やっぱりまあまあじゃ水飲まらんどって言います。そうよね、だから必ず持って出かけるときは水筒に持って行きますからね、うんうん、そうですよね、うんうん、分かりますよ。そういうのがあるらしいですよ、うん、私はこれにちょっとレモンちょこっと入れたりとかして、はいはいはい、そうですね、うん、レモン入れて飲んでますけど、うん、やっぱり全然違いますよ、うんうん、意識が変わるんですよ。入れてるから、はいはい、うん、っていう感覚で、うんうん、大丈夫っていう意識があって、そうですよね、うん、スイッチが入ってくるんですね。はいはいはい、まあね、うんうん、水飲む習慣大切ですのでね。そうですね、はい、うん、でも私は結構ね、最初から水は飲む方だったんです、はいはい、あまりコーヒーとか飲まなくて、うんうんうん、水ばっかし飲んでたのですんなりいってるんですね、はいはい、でも中にはお水が飲めない人っていますよ。500ミリを飲むのがもう本当に1日飲むか飲まないかっていう人がいらっしゃってて、はいはい、やっぱりそういう人たちでやっぱり何かの弊害があるんですよね。うん、うん、ま、なんか回せないって言うとおかしいんですけど、ね、ドロドロっていう感じがあったみたいで、うんうん、そこにやっぱりケースを入れることによって、うんうん、でも500ミリを1日500ミリを飲んだからすぐ変わるかって変わらないじゃないですか、うんうんうん、体重かける 40cc、うん、ですね、はいはいはい、なので、はい、やっぱり自分の体の中には適応のあれがありますよね、うんうんうん、水分が。なのでなんかむくむのを気にしてお水飲まないっていう方いらっしゃるんですけど、これ逆でですね、はい、やっぱり健康で普通にご飯を食べてる方であれば、はい、臓器がやっぱね弱かったり、はい、病気の方なんかも違いますけど、はい、排出ですね、はいはい、普通にご飯食べて普通に運動できる人であれば、はい、ちゃんと排出できるので、はいはい、やっぱり飲まないと溜め、うんうん、逆に溜めてしまうんですね。人間ってそうですよね、危機のために、うんうんうん、溜めようとしますからね。生命危機の時のためにですね、溜めようとするので、お水もやっぱり溜めてしまうんですね、うん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 、なのでそれがどんどんやっぱりお水がコンスタントに入ってくると、はい、あ入ってくるんだと思った時から排出するんですよね。そうですよね、うんうんうん、なので私もだから水飲む習慣がなくて、あそうなんですか、で、まあ、脳梗塞、はいはい、ね、血管の薬をずっとね高校1年の時から32の時まで、はい、うん、ずっとその薬を飲んでたし、痛み止めだったり、で病院も MRCT もそっちゅうですよね、はい、ええ、ちゃんとしたっていうかね、これといった原因ではないんですよ、これが原因でそうなってるよっていうのは分からなくて、とにかくもう血管が、はい、細いために、みんなやっぱり血管細いじゃないですか、細いです、脳なんか特にね、うんうん、っていうのでそういう血管を開かすっていうお薬を飲んでたんですけどね、無理やりってことですね。そうそうそう、うん、お水を飲むようになってからはそれがなくなったので、はい、やっぱり水不足、うんうん、からそういうのを、ね、起こしたんだなっていうのがあって、ね、うんうん、まあ、その時にお水を飲む習慣はつけたので、はい、今でも別に、ね、前みたいに6リットルとか飲みませんけど、さすがに、はい、6リットル飲んでたんですよ、はい、水牛のごとく水牛のごとく本当にでも本当に体調本当にバカみたいに変わりますので、はい、でもう脂肪もねやっぱり、うんうんうん、落ちていきましたから。あそうですか、はいはい、今でこそねてかあれなんですけど、その時はやっぱりすごく良かったのでね、はい、うんうん、頑張ります。はい、ということで、はい、もうね、はい、もう時間になってしまったんですけども、早いですね、早いですね、はい、で今日のエンディングはですね、はい、ビリー・ポールのミー&ミセス・ジョーンズ
ですね。あ、懐かしい、はい、懐かしいですね、お別れしたいと思います。はい、この時間のお相手は、はい、スカーレットドラゴンの季節と、はい、SIR のミキでお送りしてました。はい、はい、ではまた来週ですね。はい、また来週です。はい、はい。